私のコードネームは B さん。第一部隊隊長、アルクスと申します。分隊全員、すでに準備。コードアルキア。アルキア。私。私のコードネームは B さん。第一部隊隊長、アルクスと申します。分隊全員、すでに準備。コードアルキア。アルキア。私。地球防衛部隊。広大な海は無限の知識を授けてくれるの。今からマレルージュ先生の特別授業が始まるよ。総隊長さん、先生の手をしっかり握ってお手本をよーく見ていてね。
あなたが総隊長ですか？広大な海は無限の知識を授けてくれるの。今からマレルージュ先生の特別授業が始まるよ。総隊長さん、先生の手をしっかり握ってお手本をよーく見ていてね。装備の点検は済んだかしら？では一度息を止めて、勝利への航路を進もう。それいや、てや、ぼーっとしない、集中しなさい。命を守る、この思いで撃ち抜く。オーバーロード、いた。先生、怒っちゃうよ。大きな魚は小さな魚を食べて、それを糧に生き物はどんどん強くなる。自然の摂理とはそういうことよ。こういうこともよくあるの。もう一度チャレンジしてみて。君の知識への探求心には感心するわ。一日中実験室にいるのは退屈よね。先生と一緒に外出して実技授業を受けてみない？本と向き合うより私の方が面白いと思うよ。座学だけでは学べないことはたくさんあるの。たまには本を置いて外で見識を広めないと、私みたいに艶やかな髪にはなれないよ、なんてね。総隊長さん、六分儀を使うときは天体と水平線の方をしっかり見て。先生のことばかり見ちゃダメよ。新しいハンドシグナルを考えているの。これでダイビングの時も二人だけの秘密を伝えられるようになるね。授業時間外に学生が自発的に助けを求めに来るのは大歓迎よ。でも君のような大胆な教え子は初めて。先生もちょっと困っちゃう。やっぱり深き海の美しさに見入られてしまったのかしら。もう少しよく考えなさい。今日の遠足もたくさんの収穫があったわね。いい子へのご褒美は一番美しい貝殻でなきゃ。その前に浮力調整装置だけ外させて。どうしたものか、ナイフの上を歩くよりも難しそうね。今日という大切な日に生まれた君はとてもいい子に育ったね。果てしない海で一番輝く小さな貝殻のように。今日はいい子に膝枕をしてあげる。ゆっくり休んでいていいよ。いた。先生、怒っちゃうよ。いた。先生、怒っちゃうよ。あ、いた。君の知識への探求心には感心するわ。Thank you.